はい、こんにちは。時刻はですね、ちょうど11時回ったところです。今日はですね、こちら、八戸線ですね。青森県八戸線の宇下駅に来ております。左が陸中中野、右が陸中八木ということで、こちらが、八戸方面で、こちらが、久慈方面ということですね。で、車見えます？3台ぐらい見えるんですけれども、何かなと思ったらですね、なんと海見えますかね。男性の方立ってるの分かります？なんでですね、サーフィンをやってほら、らっしゃるんですよ。それに男性映ってますけども、車3台あって、波見えますかね。男性5人ですねの方がサーフィンやってるんですよ。今日がですね、あの1月11日です。1月11日、このお車もまたサーフィンの方で来ましたね。1月11日日曜日なんですけれども、この1月にサーフィンをやってるんですね。1,2,3,4 男性5人いますから、大丈夫なの、大丈夫なんでしょうかね。で、船も見えます、遠くに。小さいんです。1隻2隻大きいのが3,4,5,6,7,8,9。僕が肉眼で見る限り船がですね9隻出ております。それでサーフィンの男性が5人います。大丈夫なの、大丈夫なのか、こんな時期にサーフィンやって。1月ですよ、今1月11日です。左が陸地中野、右陸地上げ、さっき上ですね。で、こちら行くと、ですね、その集落に行く道があるんですけれども、そっちにですね、ちょっと民家1軒あるんですよね。民家1軒あって、民家1軒あって、そこに民家1軒あるんです。民家1軒あるのと小屋があるだけで、あと向こうのずっと行くと、あの集落があって20軒ぐらい、民家ありますね。あっちの方です。煙見ます？煙出てる、なんか焼いてんのかな、集落の人で。こう踏切あって、こう行くと駅登れるんですけれども、宇下児童館まっすぐだ、避難場所って書いてますけども、児童がいるのか謎ですね。結構日曜日ということだって、車が 1,2,3,4台ぐらい止まってますけど、サーフィンに来てるんですかね。1月にサーフィンって すごいですね。映ってます、男性遠くに映ってますかね。で、待合室ですね。待合室すごく綺麗でした。綺麗だったんですけれども、その前にですね、入る前に Y30 避難口ということで、ここもやっぱり東日本大震災の影響を受けたんでしょうかね。なんか駅舎も新しいから立て直したのでしょうかね、やっぱ東日本大震災の影響で。 Y30 避難口、ここは標高 12.9m、 海抜 12.9m のところですね。で、津波避難経路、この通路は津波から避難するための通路です。津波避難時以外は使用しないでください。 JR 盛岡支社、盛岡なんですね、八戸じゃないんですね。で、 JR 宇下駅って書いてます。さあ入ります。なんかで、待合室あってですね、あれすごく新しい駅舎です。木のいい匂いがしますね。津波避難マップということで、指定避難場所駅裏の丘の上ということで、料金表があって、八戸線ですね。八戸線、八戸まで820円、久慈まで320円。で、気になる謎の駅名前で、サメまで650円。サメっていう駅があるんですよね。八戸まで、で、久慈まで320円で、八戸線発車時刻ということで、久慈方面が369本、八戸線も、八戸方面も369本。10時28分に来ました。10時28分に来て11時29分に乗ると、これでちょうど1時間の滞在で済むということで、駅舎もすごく綺麗です。で、この長いベンチがあってですね、駅ネもできるんですけど、駅ノートもあるんですけどもですね、駅ノート僕が書いたんです。一番右のところにね、一番右のところ書いたんですけど、今日26年1月11日僕ここですね書いたんですけども、なんと同じページにですね、なんと見てください、これですね、広島県三次市牛山高野で秘境駅訪問かということで、印象的なとってもいい駅ですね。本当に久しぶり、震災前ですが随分新しく綺麗になりました。ここで駅ねした思い出をよみがえります。秘境駅を今後ともよろしくお願いします。広島県三次市牛山高野秘境駅訪問か、2013年11月12日にいらしてますね。で、11月2日ですかね、10日前の鉄道ジャーナリストの中島茂雄さんという方が来てます。何度も通過してしまいました。ようやく降り立ちました。海と日差しが
気持ち良い約5時間の滞在で写真撮影の仕事もはかどりました。鉄道ジャーナリスト中島茂雄、その下に牛山さんがありますね。多分我々には有名でしょう、牛山さんは。ということでちょっと書き込みもあってびっくりしたんですけども、サーフィンの方いらっしゃいますね、やっております。ちょっと逆光でね、見づらかったらごめんなさいね。また見づらかったら撮り直していこうなと思います。で、海目の前で僕初めてリアス式海岸というものを見ましたね。こういう感じで初めてリアス式海岸を見ました。綺麗で今日天気良くて暖かいですね。ただサーフィン日和かもしれないですね。以上、うげえきでございました。